大相撲春場所エディオンアリーナ大阪は4日目結びの一番を迎えます。満員御礼の中で貴景勝綱取りへ向けて4日目、2勝1敗で今日を迎えました。2勝1敗対決、阿炎を迎えます。貴景勝阿炎戦です。貴景勝優勝を求める貴景勝、その貴景勝のインタビューです。ラウンド感の方が大きかったしね、あとは家族とか、治療とかこう周りで支えてもらった人に期待に応えてよかったなっていう気持ちだけでしたね。嬉しいっていうよりもそっちの方が大きかったです。連続優勝を目指して大阪にやってきた貴景勝です。大関ここまで2勝1敗、左足の状態が少し昨日の取り組みの後足を引きずるような姿がありました。左足のお客さん、膝のあたりにテーピングを施されていますね。まあ本当に人体とかね、いろいろとこう皿とかそういうところを怪我する、自分もやったことありますけど、そういう意味ではもう本当にあとはもう上がったらもう関係ないですから、もう自分の足を信じて動くしかない。痛いから、ね、負けたとかもう勝ったとか言うんじゃなくて、はい、もう自分を信じていきますんで。昨日は取り組み終わった後、常盤山親方には問題ありません、大丈夫ですと伝えに来たそうです。これから2年前21年の初場所も綱取りを目指した場所でしたが、この時も汚れ途中休場がありました。だから言葉に出すと、はい、それは言霊として返ってくるんですよ。だから絶対に言葉に出さないし、うん、で見せない、うん、でやっぱり周りも聞いてきますけど、もう大丈夫大丈夫大丈夫じゃなくても大丈夫大丈夫って言うんです。それがやっぱり力士です、はい、痛い決めたらもうそこがもうウィークポイントでみんな攻めてきますね、うん、あとは右の足首もかなりテーピングを強く巻いているようにも見えます。まあ満身創痍であることは間違いありません。あそこを超えていけるか、超えれば横綱の位置が見えてきます。まあ、でも力士はもうみんなどっかしら何かしら持ってますから、それをごまかすのがもう情報戦ですし、はい、自分の気持ちをごまかすのも気持ち性ですから、はい、突き押し相撲の貴景勝、今日は阿炎との勝負です。いや今日の力士、今日の取り組み、これ一番面白いですね。あ、そうですね。どんな展開をお客さんはイメージされますか？いやもう片や阿炎さんはガンガン突っ張ってね、はい、突っ張ってきてはたいてしまったら相手が入ってくる、うん、かといって貴景勝さんもいなすときにこれをはたく呼び込むときありますから、はい、この誰が突き、もう最後まで突き切るかっていう、はい、はたいていなしたときに何か起きますので、ましては押し相撲、突き相撲ですから両者。両者の対戦は今回が9度目、まあ、局さん、阿炎が勝ち越しているんですね、貴景勝に対して、はい、5勝3敗です。だからもうガンガン最後まで突き切るかっていう世界がありますね、あの絶対にはたいていなしてくると相手入ってきますから、うん、それを何回も体験してますから、そこですね、あのその面白さ、はい、大関気合入ってますね、はい、いい表情ですね、うん、体の状態が心配される中、その声もコメント欄に多く飛んでいます。貴景勝が勝つんじゃないか、阿炎がどう動いてくるのか、さまざまなコメント届いています。阿炎勝ってくれというコメントも多いですね。いや皆さんこうやって応援してね、どう動くのかっていう考えるだけでも楽しいじゃないですか、はい、現実ね本当に分かりませんから、はい、この土俵の上は一瞬で決まるか2分3分持つのか、もう全力でいきますから、その中でも駆け引きもあるし、うん、戦術戦略もありますし、さあ阿炎という声、貴景勝の声も聞こえてきます。ご当地
兵庫芦屋出身の貴景勝、ファンを味方につけて阿炎を打ち破るか。津田と礼は連続優勝が必要。勝負、いや引いた、呼び込んでいった、貴景勝敗れました。阿炎が勝って3勝目。貴景勝粘れませんでした。敗れて2勝2敗阿炎勝って3勝1敗。右に動いていった阿炎でした。いやー、足が悪いか出てこないと思ってはたいていましたのか、はいはい、普通足が良かったらもっとこれね呼び込んで一発持っていくんですけど、いやそれをかけに行ったのか阿炎さんが、はい、いやこれ本人しか分かりませんね。右に動きながらはたいていったという阿炎でした、はい、さあ立ち合いからご覧いただきましょう。ここで1発いって2発目を本当にはたいてます、これ普通は良くない相撲なんですよ、はい、いつも怒られる相撲ですけど、うん、これかけに来ましたね。あ、かけに来たんですか。こう1回当たって起こしたような感じですぐ2回目にはもうはたいてます。首の奥をはたいていきました、はい、だから足がついていかないからできるんだっていう意識があったかもしれません。なるほどなるほど、この辺り分析してましたかね、はい、だからもし貴景勝さんの足がちゃんと動いてたら、もう一発でも持ってかれてます、電車道で。残すことができなかったという貴景勝、敗れて2勝2敗阿炎が勝っています。阿炎叩き込みで3勝目を挙げました。明日は明生と、貴景勝敗れて2勝2敗明日は竜電戦を迎えます。まあ局さん、この貴景勝の状態を見て序盤戦から中盤戦どんな展開になっていくかですね。いやー